トンネルズ、はい。多分テレビ番組では会ったことないんですよ。共演じゃなくて、木梨さんはよく港区で飲んでるんですよ。そこのグループに偶然共通の知り合いがいたりとかするときに会うぐらいです。2回ぐらいお会いしたことあると思う。石橋さんはもう共通の仲間というか、まあ、いるので、そこの界隈で会うことがある。トンネルズさんは、ほら、フジテレビが多いから、あんま出ないんですよね。だからなんか、トンネルズとして番組になったことはないんです。ね、俺、宮迫さんは、もっとポテンシャルあると思うから、高いですよね、ちょっとこう、偉そうなところもあるじゃないですか、ね。ああ、まあ、それはそうですよね。売れてますからね。うん、でも、あれもいいと思うんですよ。うん、石橋貴明さんも、はい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 、YouTube で今、すごいじゃないですか。でも、あの人もそういうとこあるじゃないですか。うん、はい、だけど、それが、もう、好きな人しか見ないから、どんどんなんか、そういう感じを出していった方が、うん、要は本気でやったら、ね、日本人の芸能人で初めて1000万登録を抜く記録をするぐらいは全然いくと思うんですよ。いやでも怖いよね。いやこれまでさ、ネットの世界ってさ、うん、そんなに強い人いなかったからさ、はい、これから強い人がバンバン入ってくるわけじゃん。僕とか西野さんとか単体で入ってきてる時代なんですけど、次軍隊で入ってきてる。次マジでプロがじゃなくて軍隊が入ってくるんですよ。多分僕の読みだと1年後か1年半後にプロ集団がとてつもない資本で入ってくるんで、それまでにトレイで気づいておかないと先行者利益はないと思って今頑張ってるんですよ。